あなたは？俺はキャシャン。ルナ、お前を殺す。ねえ今どうして僕ら生まれたの？ねえほらどうして僕ら出会ったの？わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだ。傷つけろ現実から幻みたいな存在に全てを期待した押し寄せる感情や迷わせる葛藤も抱きながら前に前に進みたいんだ。ひび割れた丘錆びた空の下生きる僕らまるで青い花寄り添い歌方の夢を見るそれでもまだ枯れたくはない。ねえ今どうして僕ら生まれたの？ねえほらどうして僕ら出会ったの？わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうだね、あんたは思い出すべきだよ。自分が何をしたか。あんたはただの殺戮兵器。かつて月という名の太陽を殺して、そして滅びが始まった。もう世界は死んでいる。全部あんたのせい。俺が世界を殺した。俺が何をした。なんで忘れられるのよ。なんで、あんなことしておいて、なんで今のあんたを殺したって何の意味もない。何も知らずに死なせてやるなんて、あんたを救うようなもんじゃない。そんなの絶対嫌。許さない。あんたの起こした滅びがどういうものなのかちゃんと見ていればいい。痛みは分からなくても、何の罪で自分が死ぬのかぐらいは分かるでしょう。理解しなさい。絶対絶対理解するの。何も知らないで死ぬなんて許さないから。僕の罪。何かがこの世にばらまかれ、意志を持たねえ大地までが、見てみな、あらゆるものが狂気の塊に変わりやがった。すさまじい生命力で。だが哀れなもんだぜ、意識を持たねえ生命力の慣れの果てがこれさ。何一つ完成されたものがねえんだから、この世に狂った命をばらまいたやつ。そいつは俺たちを作った人間よ。こんな話を聞いてもつまらねえって顔してるな。いや、ロボットは永遠に生きられるんだよな。昔の話だ。俺たちは人間を支配していた。それも昔の話だ。どうしてロボットの俺たちが死ななきゃならないんだ。死にたくねえよ。キャシャンを食えば生きられるらしいな。バカなデマが広がったもんだ。見ろよ、炎に包まれたって平気だぜ。人間にこんな真似ができるかよ。死
たり、俺は死なねえ。俺たちはもともと生きてたのかどうか。ルート、私たち滅ぶしかないんだよね。ルートのぬくもりが手を伝わってくるのがわかる。ロボットなのに変よね。でもルートといると心が騒ぐの。ルートに触れた時、電気が走った。すごいエネルギーが私の中に生まれた。そしてルートと交わった時、私は人になったと思った。人って死ぬんだよね。私ね、ルートのこと思うようになってから滅びが止まったような気がするの。ずっとルートと一緒にいたい。滅びたくないよ。僕たちは最後まで一緒だよ、レンチ。滅ぶ最後の一瞬まで。ルート、そういう人間の真似してる奴を見るとぶっ潰したくなるんだよ。滅べ、人間と一緒に滅べ。ルート、早く。ルンチ、僕と恋人ごっこしませんか。よせ。お前まだ滅びが始まってねえんだ。ムカつくぜ。よっ。えっ。あっ。えっ。あの、助けてくれてありがとう。ありがとうございます。いくら滅ぶと分かっていても、どうせなら静かに行きたいから。ノブは滅びの中に命を得た。ノブ、そばにいてあげられなかった。ノブを一人にはさせないさ。私たちの順番もすぐだよ。すぐ行くぞ、待ってろよ。ノブ、静かな滅びだったな。ああ、彼は襲われている僕たちを助けてくれたんだ。
俺は死なねえ。死んでたまるかよ。キャシャンを食って生き延びてやるわ。あなたは寂しとつない。まだ滅びが始まっていないなんて奇跡です。人には見えないが、しかしロボットとも思えませんね。まるで昨日作られたかのように新しい。わからないんだ、自分が何なのか。それに世界で何が起きているかも。教えてくれないか。滅びが何なのか、世界がどうなっているのか。我々には祈る言葉も流す涙もない。ただ静かに滅びを受け入れるだけです。ありがとう先生。まだ横たわりたくなかった。これが滅び。体が徐々に錆び始めて、部品交換も修理も受け付けなくなった。当然新しいロボットも作れません。どうして。わかりません。ただ逃れられないことだけは確かです。滅びは止められないのか。いや、妙な噂はあります。キャシャーンというものを食べれば助かると。根拠のないバカバカしい話です。それに滅びを止める意味があるとも思えません。私は自分が滅びると知って、初めて生きていると感じました。死があってこそ生がある。永遠だったロボットは死を手に入れてようやく人間と同じになったんです。人と同じように死は受け入れるべきもの。ここに集まっている者は皆その考えに賛同した者たちです。皆で静かな滅びを待ちます。もうそんなに長くはかからないでしょう。ノブ、安らかに。早くここから立ち去った方がいい。あなたはここにふさわしくない。どうして。あなたは命にあふれすぎているから。どうしたフレンダー、レンチが構ってくれないか。滅びゆく者にはとても耐えられない。行くんですって。フレンダーはまだ滅びが進行してないの。ここにいたら一人ぼっちになってしまうわ。連れてってほしいの、フレンダーを。俺は。それにこの子、あなたに似てる。何かいつも張り詰めている。自分がわからないでいる。この子も一緒なの。だからレンチ。ここにいるのが嫌で出て行ったのかと思った。私たちここで二人で静かに滅ぼうって決めたじゃない。死ぬのが怖くないのか。二人一緒ならね。ロボットが恋人同士になるなんておかしいと思うだろ。でもそうなんだ。不思議なんだけど。フレンダー、僕たちの滅びを見ててくれよ。
21、22、23、24、25、28、29、30、30、うまいね。俺、教会の中で静かに滅びを待つよ。何をすれば。いや、キャシャー、兄たん、キャシャー、お前を食う。やめろ、違う、それはキャシャンじゃない。それはキャシャンじゃない。見つけた。キャッシャー！ルト！撃ってやる、お前を！クレーンだ！やめて！邪魔だ！キャッシャー、お前を食えば滅びが止まるってな。俺は生き延びる。お前を食って永遠に生きてやる。うわぁ！誰だ！俺がキャシャーンだ。やはりキャシャン。キャシャン、知ってんだよ。お前を喰らえば滅びから逃げられるってな。俺は死にたくねえ。お前を食わせろ。最後まで一緒よ。やっぱり君はキャシャンだったんですね。今すぐここを離れてくれ。先生、ひどいですよ。キャシャンは僕たちを助けてくれたんですよ。ルート、君はもう一度僕たちを助けてくれる。滅びから。どうして君をキャシャンを食えば生き残れる。ルート、生きたい。死ぬのなんて嫌。やめて、ルート、最後まで一緒って。滅びを受け止めようって。生きる道なんて見つかったんだよ、レンチ。死にたくない。
死にたくない。新しい感情が芽生えた。だから二人で滅ぶのは怖くなかった。人になれると思った。なのにどうして最後の瞬間まで一緒に静かに滅びを迎えようって。あなたが来なければ滅びを受け入れたのに、あなたがそんな姿で近づくから。本当に不死身なのね。違う。もうやめろ。止まれ。このままでいい。永遠を信じていたロボットが死んでゆく。なのに俺は。やめましょう。夜明けの青が満ちたなら、明日へこぎ出しましょう。優しいだけじゃ生きられずに、誰かを傷つけて、裸のままじゃ生きられずに、誰かを抱きしめる。人間がいた。枯れた大地にただ一人で。次回、苦悩の果てに。